さあいよいよ斉藤瑞希5人目の演技者。 Number 17, 斉藤瑞希。すごい集中している表情を感じますね。この日本チャチャチャがすごく選手にとってパワーになるので、斉藤選手もすごいパワーになっていると思います。そうでしょうね。冒頭オフアクシスという一つ得意技、高難度の技があります。この後、はい、決まりました。決まりましたね。オフアクシス決まりました。ここから乗ってきますね。このジャンプと連結技も完璧ですね、はい、クランシェ。ここから本当に斉藤選手のステージが始まりますね。こうして高難度の技をきちっと決めるんですが、その一方でこうしてエアロビックらしいステップというんですかね、はい、こちらの方もね、一つ武器ですよね。そうですね、こだわってやってると思います。斉藤選手は自分自身をこう理解してよく演技をしているというところが強みかと思います。こちらの技も決まりました。ピンパです。こちらも OK です。斉藤自身はその難度の高い技をきちっとやりきる、それを一つ目標にしてます、はい。ハイブイポジションもすごい高さから気合を感じます。本当にフロアいっぱいを使ってね、演技しますよね、はい、本人もこの満足な様子、はい、何かほっとしたような気持ちもあったのかなと思います、はい、2大会連続6回目の優勝がかかります。今年斉藤選手今回、ペア部門にもエントリーしておりますので、はい、これを2日続けてこのパフォーマンスが出せるのは相当準備をしてきた証拠だと思います。冒頭のオフアクシスも綺麗に決まりました、はい、でこれがピンパー、はい、見せつけてますね、はい、このハイブイポジションはもう高さで会場が沸きました。重心が高いんですよね、はい、ずっと高いところで何かこう踊ってるような。現在1位はベトナムのグエン、 20.250 が目標になります。斉藤は 21.350、 21点台が出ました。現段階で1位、はい、8人が進んだ決勝、5人目の斉藤瑞希21点台、トップに立ちました、はい、